大英東山都店は、かつて、東京都東山都市立の3丁目に存在した、大型商業施設である。店番号は0542。2013年6月28日にこの地に、八尾港東山都店が開店している。東山都市の桜街道沿いに存在する。ロケーションは、東山都市駅から 1km 弱にし、桜街道駅から約 800m 東にあり。 西武バスの南外停留所に近接していた。忠実屋は、ミシン工場の跡地に建てられた。伊東洋華堂などは、小松ゼノアの工場跡地である。前身は、忠実屋で、忠実屋が初めて靴の販売を開始したことで知られる。忠実屋が、大英に吸収合併されたことに伴い、大英となった。近隣の伊東洋華堂東山和店長らく、 沿線の商業施設で不動の地を確立した東山と店だったが天気が訪れる。2003年11月3日に伊東洋華道東山と店が大英の道路を挟んで向かい側に開店した。店舗面積は大英のおよそ2倍である。その当時、大英の創業者である中内の辞任により就任した高木国夫社長の下で、 中内路線から脱却する新路線の確立を進めている真っ最中であり、この伊東洋華堂の開店で店員の誰もが閉店の2文字が脳裏によぎったという。しかし、店主導で食料品の位置の改良や主婦層をターゲットにガングのスペースを削減し、婦人服スペースの拡大などにより客足を取り戻し、長らく伊東洋華堂と渡り合ってきた。しかし、 建物の老朽化などにより2011年5末に閉店が決定。順次、専門店が大栄を去り、あちこちに散らばる中、専門店の代表格であった赤ちゃん本舗は渡り合ってきた伊東洋華堂に移転した。そして2012年5月6日18時をもって閉店。37年の歴史に幕を下ろした。ありがとうございます。